ゲストコーナー2。はい、ゲストでございます。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあお名前をどうぞ。劇団ほぼ無職の金子です。劇団ほぼ無職の大阪です。はい、というわけで常連の方ですが、告知ですね、まずは。はい、あ、もういいんですか。いいですよ、もう。あ、はい、もう今日このために来たようなもんじゃないですか、あなた。そうですね、うん、これだけのために来ましたね、はい、雪の中そうですよ、はい、はい、2月の22日に公演があります。はい、タウンホールで、はい、下北沢タウンホールか、はい、で、三部作っていうんですか。そうですね、三部構成とか。三部構成、うん、で歌舞伎とか、はい、歌舞伎やったり、あとはなんか、まあ、座長さんがお芝居書いたりとか、うん、まあそんな感じのやつがあります。あんまり PR する気ないな全然それじゃ見に来ようって感じにならないですけど。本当ですか。うん、もっとこうガーンと自信ありげに言わないと。いや、前売りが2000円なんですけど、うん、あの無職割っていうのがあって、はい、それだと1000円で見れます。はい、なんか無職であることを証明するものを、こう無職の人のことをどう証明するんでしょう。仕事してませんっていう自己申告しかないな。自己申告かなんか汚めの服そうですね異臭を放ってるだとか、なんかそれ無職じゃないと思うよ。それだろ、家1000円で見られますんで、はい、当日はなぜか4000円なんですけど。ええー、そうですね、はい、倍なんですよね。倍、前売りが2000円で当日4000円って言うと、はい、ひどくないですか。ひどいですね。普通2000円だと2500円とかね、そんなもんなんですけど、うん、これはまあ岩井さんっていう。そうね、もう相変わらず適当な、はい、はい、多分ここに何かのマジックが仕込まれてるんでしょうね、岩井マジックが。まあただにぼったくりたいだけです、うん、そうです、うん、それだけです。一応あれですよね、下北沢演劇祭の中に組み込まれてるんですね。そうですね、はい、下北沢演劇祭という一応演劇祭大きなお祭りが去年も出て、うん、2年連続で、はい、これ絵が大阪さんが、はい、私が描きました。描いてくれ、はい、でモデルがこれ私らしいです。あ、そうなの。そうです。安田さんじゃないの。私らしいです。金子さんです。越野純子役で、越野純子の14歳の。何、越野純子出てくるの。いや、もう私似てる、なんか似てるっていう理由だけで越野純子役にされたんですよ、うん。それ越野純子にちゃんと OK もらってるの。もらってないです。もうどうなんかどうもらってない。大丈夫かいな、あんたたち、ほんと。純子ちゃんって。純子ちゃんはいいと思うけど、越野純子って言ったら怒られると思うよ、多分。いや、でも劇中で越野純子っていう名前は、あ、出てくるか。出てきますね、うん。まあ、私には多分責任来ないと思うんだけど。まあね、はい、岩井さんだけだから、はい、そうですね。まあちょっとそのあれですよね、劇団ほぼ無職のことをまた、まあ常連なので毎回言ってますけど、あれですよね、無職の人とかニートとか引きこもりの人が居場所がないんだったらうちに来いよっていう感じで始まった劇団、練習来なくてもいいし、経験がなくてもいいし、やる気さえあれば当日さえ来ればお芝居にも出れるよっていう劇団でございますね。何回聞いてもすごいですね、それ。そうね、無法地帯じゃないですか、そんな言ったら。そうなんですよ。すごいっすね。そうなんですよ。大丈夫ですか、それで今練習真っ最中。そう、うん、そうなんですけどね。そうですね、もう結構前からですけど、でももう結構がっつり演劇やりたいって人がだいぶ入ってきちゃってて、うん、そうね、それの派閥がちょっと。そうね、はい、今その話を聞いてるんですよ、うん、そう、やっぱりね。なるほどね。やっぱりその言うてもそのままの状況がいいっていう人もいれば、はい、やっぱりちょっと向上心を持ってる人もやっぱ当然いるわけです。なんでそんな人がこの名前の劇団に来るのかっていう。そう、あれなんじゃないの、ここまでほぼ無職だと思わなかったじゃないの。そうなんですかね、うん、そうやって言いつつも実はとかね、はいはいはい、こう頑張るぞみたいな。劇団だとこう何ですかね、一日おきに稽古があったりして、うん、それにはそこまでは仕事で行けないけど、うん、なんか来なくてもいいって言われてるから、じゃあここにしようみたいな感じ。まあね、の人もいます、ね、うん、まあ、それはそれでいいの。いいんじゃないですか。うん、そのじゃあ今その派閥がいろいろある問題はまあ大丈夫なの。まあ大丈夫じゃないかもしれないですけど、私は知らないです。知ったことじゃないです。知ったことじゃない、はい、なるほどね、はい、まあちょっと危機だっていう話は聞いてるんで、うん、そうです。まあどうにかなります。まあこれが最終公演にならないように。ああ、そんな危機なんですか。最終公演かもしれないんで見に来てください。じゃあもしかしたらこれが最後かもしれないんで、もっと見どころを言ってください。見どころ、はい、例えばその3部構成で、はい、まず第1部目はどういう。
第1部が、近江歌舞伎っていう近江歌舞伎、近江歌さんっていうあの太った、はい、太った青年おじさんに見えるんです、28歳の、はい、あのカレーマンでも来ましたので、はい、大宮とか写真入れておきますけど、はい、近江歌さんが、はい、若いけどおっさんの人です、おっさん若いけどおっさんだけど若い、あ、そっか、若いけどおっさんなのか、うん、そっか、どっちもいいや、はい、それで、近江歌さんが、うん、これ私も出るんですけど、はい、私とあと前カレーマンって書いて本能さんはいはいはい、が、出るお芝居で、うん、なんですかね、こうなんちゃって歌舞伎、もう歌舞大三笠さんの自己流の、完全自己流の、そうそうそう、真剣で歌舞伎ですよ、でもそれは無理だろうって話だけどね、うん、完全自己流で、自己流な、はい、歌舞伎をやります、はい、なるほど、はい、で、あともう2つ、次何でしたっけ、次がピカピカ、ピカピカか、はい、あの岩井さん、主催の岩井さん、はい、問題児ですね、そうですね、問題児の岩井さんが、ね、が脚本書いてるピカピカっていう、なんあの、はい、メガネが曇って困ってる人たちが、うん、温泉街なんですよ、ね、そう、あの曇らないメガネを探しに行くっていう、うん、まあ話し、はい、たらもうあの冒険者ですよね、そう、そうです、そうです、で、私が、あの越野純子が、あのこう小田急線に乗って旅に出るんですけど、うん、はい、まあどうなるかなって、どうなるか、なるほど、はい、はい、どうなるんでしょうっていう、はい、で、あともう最後が若松くん、はい、大阪さん言います、読めないでしょ、え、読めないでしょ、読めない、うん、乏しき、お、漢字が読めない、乏しき心の外貨っていう外貨って外貨、うん、若松さん、はい、座長の脚本書いたね、なんかあのもっと PR しろよお前なんで言いながらしゃべる、説明しづらいんですよこれが、なんて言っていいのかよくわかんない、まあじゃあ見てのお楽しみに、座長さんが幽霊役で大阪さん、いやね、そのね、22月22日ありますけど、そのまた岩井さんがテクテク TV で収録に来てくれって言われたんですよ、はい、で、俺は嫌だって言ったんですよ、あ、そうなんですね、だってあれじゃん、もう一回撮ったし、はい、漠然ってね、前の公演のやつを、で、前の時はその劇団訪問無職とはっていうのを含めてその、ね、そのニートの集まりだとか無職の集まりで言い場がないんだったら来いみたいなことのドキュメンタリーもひっくるめて公演も撮ったと、はい、ね、で、次のやつ来た時にその練習もしてません、まだ脚本もできてません、はいはい、ノリは変わりませんっていうところで公演取りに来てくださいって言っても、変わりないからいいじゃん別にっていう感じになりません、どこを切り取って収録するのっていう、なるほどね、ことになったんですよ、はい、で、嫌ですよって言ったけど、いや岩井さんそこなんとかとか言うから、そう、じゃあとりあえず、撮るかよ、撮るけど番組自体は、はいはい、撮ります、カメラを撮ります、はい、でそれをその一般公開なり番組にしていいかどうかを、柴田君とかに検査してもらおうと、あ、それで見てもらうんですね、そうなんですよ、あ、なるほど、だから一応今ね、関係者で柴田君、それからカレーマン初代カレーマンリーフ D ブラック、そう D ブラックさんと、あとルネさん、はいはい、あの私が餃子臭くて、はい、困ったと、はい、ミュージシャンです、まあ、その人と彼、あの岩井さんたちと一緒に番組撮りましたんで、まあ、その3人と俺が見て審査する、 点をつけようかなと思って、はい、で何点以上だったらその番組として編集するみたいな感じにしようかなと今企画中、なるほど、そういう話だったんですか、そうなんですよ、そうしようかなと思ってます、でも岩井さんがなぜ僕にメールしたのかちょっとすげえ謎なんですけど、いや、そのいわゆるあれですよ、テクテクに関わってたりとかしてて、はい、いわゆるほぼ無職にちょっと関わってる人、ああそっか、僕だって全然知らない人がいきなりパーッと見られてもはぁっていう話じゃないですか、確かにね、うん、でそのほぼ無職のことも知ってるし、過去の公演も見たことあるでしょ、過去の公演見ましたけど、僕個人的にはすっげえ好きですよ、うん、だから僕はなんかもう今からもう高得点つけちゃうかもしれない、まあそのね、いろんな基準があるじゃないですか、はい、ただあの今回の場合はその時間もちょうど夕方から始まるので、はい、僕はその前のところは撮れないんですよ、公演だけ撮れるって感じなんです、もういきなりもう始まってブーンと始まったらもう芝居が始まる感じで、はい、いわゆるもうエンターテインメントとしてこの芝居が見れるかどうかっていう収録になると思うんです、なるほど、ね、前回はその
駅に集まったところから集まって、前回もいろいろ動いてリハの部分やって、リハなのに全然練習してないこいつらとかね、そういうところがいろいろあったわけですよ。それもドキュメント形式、そうそうそう、だからそういうものをひっくるめて公演もくっついてたけど、今回は公演しか撮れないと思うので時間的にね、はい、だから公演をただ単にエンターテインメントとして流していいかどうかっていう判断をしてもらおうと思います。なるほど。でもそういう意味で言うんだったら僕多分一つしかない、もうこれを見た感じで、うん、これだけじゃねえのと思うのが、あの大三日歌舞伎、大三日歌舞伎、大三日歌舞伎はね、これ多分すげえ面白そうと思って、うん、これぐらいじゃねえのとか思っちゃうところある。まあそれを全部ひっくるめて、はい、例えば柴田裕樹のエンターテインメントとしてはこうだっていうのを見れるわけです。ああ、じゃあちょっとあの僕基本的にあの優しいフィルターを自分に持ってるんですけど、優しいフィルターをね全然出しても OK なんだ、はい、OK なんだけど、はい、その時に例えばミュージシャン柴田裕樹としてのエンターテインメントとはっていうところを問われるわけですよ。あいつさっきみたいにね、エンターテインメントはみたいな話をしてても、あの芝居公演 OK 出してんじゃんっていうふうに見られても OK なら出していいってことです。なるほどね、うん、いやまあ別うーんそうっすね、その基準が俺そう今のままだとね、過去のままだと俺が全部まあ見てるから、はい、俺の判断基準になると、はい、例えばねまあ非常に出来が良かったらそれでいいんですよ、はい、悪かった場合これを出したら、はい、あ、テクテク TV ってあんなの流してんだねって思われるのは困るから責任を振りたいわけですよ。一応僕だって、うん、僕だってあの自分 の, あのエンターテインメントを疑われると困るんで、そうですよ、やっぱちゃんとそんな優しいフィルターっても度合いはありますけど、そうですよ、だからそれは素直に点数をつけてもらえばいい。なるほど。一応まあ100点満点でつけてもらおうかなっつって、はい、でまあ何十点を合格にするかを今考え中なんですけど、なるほど、まあ、だから4人ね、はい、審査員がいて4人に各自点数をつけてやろうかなと、ああっていう感じで今企画を練ってます。だけどほぼ無職ってあれなんですよね、出来のいい時悪い時ってすごい差がありそうな気するんですよだって2回しかやってないの。いい時っていつ、あ、3回やったんか。でも前回のあれはすごく良かったんですよ、バク前ですか。これ良かった、すげえ面白かった、面白かったんですけど、うん、何そのね、さっき言ったいい時と悪い時の差が激しいって言ったのは、うん、あのすごいアドリブ入れるじゃないですか、うん、あれめちゃめちゃ面白い時と、うん、全然面白くない時あったんです、まあね、アドリブですからね、そのあの一個の公演 で, そ, う、ね、でそれであのもしみんなが乗ってへん時になったらもうすげえ不利だよなとか思いながら聞いてたんですけど、ね、うん、あのお芝居はもう無駄に当日みんなテンション上がりすぎて本当にアドリブを入れすぎたんですよ、うん、だから今回は多分そこあそこまでにはならない、なるほど、そこまでお祭り詐欺みたいなならない、お祭り騒ぎ、はい、まあ、まあ、とりあえずだから2月22日、まあ、これ一般発売当然してるだろうから、はい、興味ある人は買ってください、はい、来てください。そうですね、はい、はい、劇団のホームページがあるんですけど、そこからも予約できるんで、多分、はい、おそらく、まあ、この辺はあの取り込んでこのメールも入れるようにしときますんで、はい、これ怖いですね。あ、岩井さんのやつ、岩井さんのやつ、そう、岩井さんのやつ、今のところ岩井さんのやつが一番あの練習進んでないんですよ、うん、ああ、岩井さんのやつってなってますよ、ピカ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 、ね、はい、どうせ脚本も遅かったんでしょう、あ、そうですね、うん、いろいろどうせって言いながら全部バレてますもう完全もう岩井さんのキャラもう分かりきっちゃってるから、ね、そうなんですね、そうなんですよ、代表なのに、代表が一番ダメってことじゃないですか、はい、ああ、そうか、うん、まあまあその辺はねいいんじゃないですか、この結果をお楽しみに、まあ、そうですね、理由とこれ見た時にまた、そう、岩井さんね、うん、もうかなり今精神的にそうね、もう泣いちゃいますから、そう、ね、あまり言うと、うん、うん、まあまあその辺でじゃあ楽しみにしておきましょう、はい、ああ、というわけでじゃあお二人久しぶりですけど、で変わらずですか、劇団の練習の日々を過ごしてるんですか、うん、うん、私は一回バイト辞めて、うん、今日バイト受かりました。あ、そうなの、はい、ローソンやったの、ローソンや、そう、100円ローソン、あの面白い中国人がいる100円ローソン辞めて、あの脱毛するやつ、あ、脱毛の女子高生もそういなくなっちゃった、すごい脱毛したがってる女子高生、うん、とも、まあ、お別れしちゃって、なんか下北の陶器屋さん、へぇ、陶器屋さん、そう、ゆでお茶碗から始まるとか、そう、陶器を行ったり、へぇ、の店員とかね、そうです、そうです、別に焼くわけじゃない、焼かないですロクロマークで、うん、やってみたいですけど、うんうん、そうそうですね、今日受かって、なるほど、大阪さんは変わらずですか、私は変わらずですか、
今日さっきちょっとじゃあ打ち合わせしましたけど、はい、あの言いたいことがあるコーナーありますか。言いたいことがあるコーナー、そうとね、大阪さんが言いたいことあるっつって、ね、なんかあるネタあったら私が思ったことを言いたい、ね、そうなんですか、うん、うんね、言ってください。金子さんたち皆さん、うん、お金ないと思うんですけど、上川さんは僕は普通に何持ってますよ。皆さんお金ないと思うんですけどね。ちゃんと働いてますから、僕は、ね、僕は持ってないですよ。あの自分でのです借金してへんのが奇跡的なことなんですかっていう話、うん、もやし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 、まあ安いものの代表ですよね、もやしって。もやし、あ、もやしか、うん、はい、あもやしと、あとなんかすごい滑舌の悪いおじさんにもらったうどん。カレーよ、カレーよ、カレーよって、あのカレーフェスで、うん、カレーフェスティバルで、一番いっぱいカレーを食べた。ああ、一般人ってこと。あ、そうです。そこら辺からヒゲが生えて、生え始めた。それはいい、それはいい、それはいい、うん、確かに生えてるんですけど、うん、そう。それをうどんもらったの。うどんをなんかもらって、うん、アニョうどんあげるからっつって。それ何じゃないの。日本人僕も待ってよ。滑舌が悪いんです。あ、それ滑舌じゃないと思うけどな。滑舌が悪くて、滑舌悪いくせに、なんかそういう年頃なんだよって言って、私が変な格好してたみたいで、その日、うん、なんかそういう自己顕示欲がなんか、ね、あれが年頃なんだよねってすごい言われて、初対面なのに。ちょっと今モノマネ入ってましたね、うん、なのに少しだけ、うん、本人が分からへんから分からへんそんなそういう感じ。何の話だよ、はい、あれちょっと違うね、打ち合わせの時と。あれそんな話だっけ、うん、あ、サイゼリアの、サイゼリア、サイゼリアが素晴らしいって話をしたいっていう。そう、稽古のが今週2回あるんですけど、うん、その帰り必ずみんなでサイゼリアに、その話を言ってましたね、下北沢のサイゼリア、はいはいはい、そうに、まあ、今もずっと行ってるんですけど、うん、そう、大体そうですね、ミラノフードリア、うん、299円、はい、ミラノフードリアから、ね、サイゼリアっていうか、まあ、ミラノフードリアですよ。ミラノフードリアが素晴らしいっていう話をぜひしたかったと思って、うん、私は別にしたくないです。大阪さんはしたいみたいですけど。そうなの。いや、今日すき家に行ったんですけど、ね、はいはい、もうすき家の話になっちゃう、うん、300円以内で、ね、お腹いっぱいになれるっていう、うん、まあね、ちょっと牛丼安すぎますよね、確かにね。めっちゃ変な話しますけど、なんかあの中国とかでね、うん、鶏肉育てるときにやばいじゃないですか、うん、あのすぐ薬バンバン打って、まあ、成長促進剤ね。でその成長促進剤打ちまくってブクブクに太った鶏さんが、あの中その鶏さんを生かすためにまた薬がいるわけじゃないですか。 そうね、その薬が消えたらその鶏はその肥大した体に耐えれなくて勝手に死んじゃうんですよ、うん、でそれを生かすための薬はさらに注入されるわけじゃないですか、うん、それを日本に、それはでも日本の鶏もそうでないとは言い切れない。あのそれこそあのよくグラビアアイドルの子がさ、唐揚げ食ったら巨乳になったとかってよく言うじゃんか、うん、知らない、知らない、聞いたことありますけど、うん、巨乳になるだろう、なんでとか言ったら、いや私唐揚げ好きで固めたから、うん、でそういう人がいて、でそれ、はい、結構真似したら結構みんななったって言うけど、小池栄子なんで知ってるかそんなに。まあいいや、はい、いやそれはその鶏に残ってる成長促進剤のせいじゃないかってあったりとかね。でも別に体に害はないんですよね、食べても。それいやあるんですか。あるでしょう。でもおっぱい大きくなったら食べよう、いっぱい食べれば。まあその副作用はあるかもしれないね。だから体は成長してくれるかもしれないけど、他の部分がよく悪くなると。女性はおっぱい大きくなるからいいかもしれないけどね。いやでもね、あの前も一回話したことあるけど、番組でオランダ人が背高いんだけど、はい、オランダはそれ甘いんだって、そのいわゆる成長促進剤とか。あ、甘い。甘い。その規制が甘い。規制が、はいはいはい。へえ、なるほど。オランダってあの海抜が、はい、海抜は低くて、もともと干拓地だから、土地が痩せてるから、はい、その肥料とかああいうのとかバンバン使って、でその牛とか馬とか鶏でもバンバンこう OK にしちゃってるって、ある程度他のところでも緩くて、でそうしたら身長がガーン伸びちゃったんだって。そんな理由、平均身長が一時期の年代とかあると 1m90 ぐらいまで行ったっていう話になって、巨人じゃないですか。そうそう、さすがにちょっとヤバいって話でちょっとあの規制を強くしたら平均身長縮んだっていう話になってるんだけど、じゃあそれもしかしたらそうなんですね。まあだから少なからずその今普通にスーパーに並んでるのは何かしらは入ってると思うよ。いやまあ何かしら入ってたら分かりますけども、うん、牛丼300円で売れるっていうのは何かしら、あ、そう、牛丼話か。そうね、何かしらがいっぱい入ってんじゃないですか。まあだからその成長を早めるようなやつとか、ああ、まあ、ビタミン剤とか明らかに入ってるだろうし、ああ
ん、あんまちょっとなんかね、ちょっと僕はちょっとなんとなく、いやそれはよくそのここでもやるんでね、その生活クラブの人ってやっぱそういうものないものを食べましょうってことで盛況みたいなのがあるから、それをやってる講師の人がいて、そのカロリーハーフのマヨネーズを前回作ったんだよね。あ、作りました、うん、どうやって作るか、こういうものを混ぜて作るんですよとかね、うん、だからそういう部分で言えば、そのいろんなもの、何が入ってるかわからないものはいっぱいあるというか、その生活クラブにないものとかはまあ普通に入ってるってことでしょ、普通は。そういうことです。いわゆる発色剤とか保存料とか、そうです、ね、合成保存料、添加物いっぱい、うんうん、ってことじゃないですか。そうですね、うん、美味しければいいんじゃないですか。まあね、まあ一応ある程度美味しくて、あの一応害がないですよって言われてるものだから、うん、その割り切ってる分にはいいんじゃない。100円の肉で何が入ってるかよくわからないけど、一応安全ですって言ってるものと300円のすごく安全ですっていう肉でどっち選ぶかっていうのは自由だからね。まあそうですね、うん、そうですね、うん、ちょうどね、俺この間食ったんだよ、あれを、合成ステーキじゃないわ、あ、行ったんすか。自分で買ってんの、試して、はい、いわゆるあの偽造でさ、そのステーキ肉を、本当はステーキじゃないけど油をこう入れて注入してステーキで売って怒られた人たちいるじゃないか、はいはいはい、ホテルとかでも、はい、知ってる？知らないです。それは知っとけよ。結構な社会問題だったわけ、あれは。あ、本当ですか？知ってる？知ってる？その芝エビをバナベエビが、これと一緒、うん、一緒の中で、ステーキは本当は本当の肉をそのまま焼かないといけないんだけど、はいはいはい、その赤身の肉に牛脂をね、うん、この間に入れてパッと見たら霜降りの肉に見える。はで、それをステーキですって言ったらすごい怒られたの、みんな。それ怒られるでしょ。そうでも俺、ね、それをねずっと何年間も出したんだって。でそれ食べた人はこれはステーキじゃないって言ったんなら分かるけど、誰も気づかずに初めて怒られたって話だから、そんなに分からへんのかなと思って、興味出てこない。そう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 、カニカマみたいな感じで、逆に興味出ないね、ちょっと食べてみたくなる、そんなに分からないな、なりますね、うん、はい、普通に美味しいんでしょうね。美味しかった。あ、美味しかった。美味しかった。あ、じゃあ OK だって。まあその分かって食う分にはいいんじゃない。ああそうです、うん、そうなんですよね。そう、頑張って楽天で探したよ。ないかなって。あ、買えるんですね。うん、一応ちゃんとステーキになるしね。うん、あ、そうなんですね。じゃああれか、なんかね、お金がない人たちはもう体を蝕まれて死んでいく。違うんですよ、外食しなければ大丈夫だって。とりあえずだってスーパーでも、あのスーパーの安い肉もなんかよくわかんないじゃないですか。まああれじゃない、子供をどうするかじゃない。もう例えば30とか40だったら、まあ、逆算してあと20年だから、少々体に良くないものとか合成着色料が入っているのが食っても大丈夫じゃないかなと思いながら食うのか、生まれたばっかりの1歳の子に今から70年80年食い続けて OK なものを食べさすかどうかっていうのは親の判断は難しいよね。そしたらもう子供はもやしともやしとうどんでもやしとうどんでね、たくましく育った、ね、それだってその変なおっちゃんにもらったうどんなんか余計怖いんだけど変なおっちゃんとは言ってないですよ。いや、俺のイメージでは変なおっちゃんなんだけど、まあね、だってよく知らない人でしょ、1位になった人だから素性は知らないわけでしょ、はい、まあ知らない、あ、そうですね、まあ、うん、だいたい、まあ、童貞っていうことだけで知らないですけど、はい、おっちゃんなんで、はい、なんで知ってるの話、はい、いや教えてくれた、童貞なの俺って言ったの、教えてくれて、何アピールですか、はい、何アピールやろ、はい、すごい気になるっていうことだけ。そうなの、はい、知ってますけど、うん、そうですか。それだけ、それ以外は知らないです、はい、そんなおっちゃんからもらったうどんも食べれるの。え、食べれますよ。あ、本当、美味しかったですよ。あ、本当、はい、ちょっと怖くない。いや、全然、床に落ちたものとかで余裕で食べますからね、私全然普通に。まあ、それが OK なら添加物入ってもいいんじゃない、うん、全然、うん、なんな感じで、じゃあお芝居を見に来てと、はい、お芝居の公演が皆さんに見れるかどうかは、あの審査員次第ということなんて、はい、ということで、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、じゃあエンディングでございます。はい、はい、というわけでこんな感じで、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、やっぱりあの、はい、ちょっと僕ね、今日来る前に、うん、ツイッターだかブログだかになんかアップしたんですけど、はい、あの今日は
テクテクテレビの関係で劇団ほぼ無職さんがゲストに来てくれますっていうこと、うん、それで僕はあのお手伝いでパーソナリティのお手伝いで行きます、勉強してきます、はい、でも劇団ほぼ無職さんだからきっと一筋縄でいかない収録になるんだろうなっていうのをね、うん、ブログに立ったそうアメブロにアップしたんですけどね、はいはい、いやいや本当にあの期待を本当にいろんな意味で裏切ってくれる面白みのあるお二方でございましたけども、うん、そうですか、期待通りだったんじゃないですか。まだあのね、話がすごいですよね。なんかあの落ちる前に違う話が浮上してそっちに進んでいくっていうのがすごかったですよね。まあ、ね、まあ、彼女たちにとってはあのノリはサイゼリアのまんまなんでしょうからカメラの前だろうがサイゼリアだろうが変わらないんだと思います、まあ、よく言えばあのナチュラルスタイルです ね、 そうですね、自然体な感じがすごくいいと思います、はい、そうですよ、はいはい、そうですね、あとね、本当にあゆむさん、はい、本当にすごいあの素敵なミュージシャンにも出会えたし、そうですね、今日はいい日ですね。いい番組でしょ。ずっとずっとあのワクワクしてた感じです。そうですね。はい。じゃあそんな番組は柴田君に締めてもらいますんで。はい。わかりました。最後は柴田君の曲で終わりたいと思いますんで。はい。はい。では行きます。はい。聞いてください。今日もすごいあのいい出会いがありました収録ですけども、あのじゃあ今日ちょっと上川さんに代わってね、僕が柴田博樹が締めさせてもらいます。よろしくお願いいたします。川の流れは輪廻転生、リバーソウルという曲を一つお届けさせてもらいます。よろしくお願いします。
ですか。孤独の中の沈黙と、でも抱きしさ疲れた一人でもなくて、内地はこの限りなく広大な、めぐる風が誘うどこまでも寛大な、俺たちのプレイをディスポーツことなく気づいたやつからチェンジは大きいです。